今日も Wii スポーツやってくぜ。で、今日はね、やったことないやつやりたいんで、ベースボールやります。で、ベースボールなんですけど、僕ルール知らないっすね。僕野球とか人生で、一回しかやったことないし、しかも小学生の時だから、もうルールなんて知りません。とりあえず知ってることは、ボールをバットで打ち返す。それぐらいしか知りません。お、熟練の82エリーザ。そして僕がピッチャーか。違うな、バッターだな。ボタンのある面が自分の方向向くに、はいはい、ああ、そう、ああ、これあれなんだ。ああ、なるほどね。これ、ウィーリモコンの角度を下げると、バットが下行くんだ。ウィーリモコンを立てて、バットを構えます。了解。ボールが投げられたら、タイミングよく、振って、ちょこーよ。ちょっと待って。あ、なにこれ、ちょっと面白そう。お。結構みんな老けてるな。すご。行くぜ。こう、いやー、来たー。いや、待って、これ、ファー。ね、無理だって、これ、どうやって向こうに、その、パッ。いやー、だから、タイミングが少し遅い。嘘。いいタイミングじゃない、めちゃくちゃ。てか、俺、野球上手くない。しっかり俺、当ててるんだけど、ボール。あ、走れ、走れ。おい、おい、俺、何してる。お、おげ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 、あの、そういう感じ、これ。ピエール、タキ、タキ、おい、やばい、こいつ、覚醒剤ってるか、バット、タキ、タキ、タキ、お前、ダメだよ、お前、野球の試合前、お前、何、あ、違う、俺がやるのか、これ、ごめん、これ、勝手にやってくれるやつかと思った。いや、タキのピエールショット、おい、アウトじゃねえか、お前よ、ふざけるな、この役習。タクミ、行こうか、タクミ。君は普通にできそうだよ。いやー、マジか、タイミング早かったか、ちょっと。いや、これどうだ？ファール？ホームラン？違うけど、まあ、あ、これめちゃくちゃいいわ。これはなかなかこいつ呪いな、ツーベースヒット。ツーベースヒットって何？お、すごい。2回も押してくれんの。しんのすけ。いやー、ファールか。これむずいな。いや、でもリアルのね、野球より全然いいわ。リアルの野球でこれ当てらんねえもん、ボール。ヒット。素晴らしい。で、ここで1点もらいますと。まあ、これが Wii スポーツ界の大谷翔平ですかね、ヒロシ。しんのすけとヒロシ。クレヨンしんちゃんかな。あ、俺ちょっとこっちで分かってきたかも。あ、しかもこれホームランじゃない？しゃー！ホームラン決めました！ Wii スポーツ界の大谷翔平、見事華麗なさよなら逆転ホームラン、一気に4点も取っていきました。これが大谷翔平の力、リン、女かお前。女が野球、できるのか。これもホームランじゃないか。ええ、これファールなの？いいえ、ホームランでしょ。ここだ。あー。いやーし。なんだ今のボールの角度。対応できねえ。めっちゃ、あー。あれ？おい、女、お前、消え去れ、お前、野球の、やる気がない、あー。女、消え去れ、お前、やる気がないなら出て行ってくれ。真剣勝負なんだ、お前、もしかしてこれホームランじゃないか。リーン！場外ホームラン決めてきました。期待の新人、大谷翔平を上回るこの女、やりました、リーン！素晴らしい！ありがとう、エミリー。これなかなかいいんじゃないの？一気に5点取ってるって。いやー、ファール。いや、このチームファールが多すぎ。ちょ、これ鍛え直した方がいい。ビッグボス頼むわ。いや、これ取られちゃうんじゃないか。いやー、マジかー。なんだお前、なんでそんなドヤ顔してくるんだ。セラー、行くぞセラー。よーし、お前ビッグボスの指導受けてこい。いやー、ちょっと難しい。それ難しい。ここだ！どうだ！いやー、なんでみんなさ、ドヤ顔してくれるの？クソうざいんだけど。いや、次あれか。俺がピッチャーか。エリーザ。これどうやって投げるの？ボール。振って時、オッケー！行くぜ。ストレート149キロ。あれ、これめちゃくちゃいいんじゃない？行くぜ！はっ！いやー、152キロ。しかし、ここで誰かわからないが、ボルトにうちは強いぞ。俺んとこの球団はなかなか強いからな。152キロ打ってくるとは敵なかなかやるな。これどうだ？
150キロ。いや、ストレートで150キロ打てる者はいないぜ。あ、やべ、ミスった。今すごい適当な振りだったんだけど、150に出たよ。あ、バカお前、のろすぎ、のろすぎ。やる気あったか？おい。いや、ツーベース一気に2個取れ、行ってないじゃん、ちょいた。ちょ、俺マジで、俺ちょ、全力で振っていいよ、イリモン。はっ！どうだ、これ160キロ151キロさっきの適当よりあれ遅いんだけど、なんで俺今全力で振ったよ。あ、いや、これは150か。オーケー、素晴らしい。あ、やべ、何振ってくれてんの。うわぁ、104キロ。なんか今勝手にあれ出ちゃったんだけど。素晴らしい。いいドヤ顔だったわ。あ、やべ。もう今の拍手で振っちゃったじゃん。いや、ナイス。もうあとはもうあれだぞ。みんな。頑張ってボール掴んで、あ、やべ。あー、危な。これほんのちょっとの振動で動いちゃうんだけど。でもこれ150キロいく。いやー、それを打ってくれ。俺のストレートバカお前、じじい、じじい早く取れ。あぶねえ、ツーベースヒットじゃないだけいいわ。1点取られてしまった。いくぜ。ふっ150キロ。素晴らしい。これは大谷翔平も顔負けでしょ。打ってくるか。いやー、ちょっとこれ、取ってくれよ。オーケー、ナイス。いいね。ツーベースヒットじゃなければいいよ。アービー。行くぜ、アービー。打ってくるか、ファールか。素晴らしい。私これ、ファールってさ、連発しちゃいけないんでしょ。じゃ、ファール連発させたいな。うわー。やめちまえな、野球。この俺の球を打ち返せないならここにいる必要はない。よーし、消えろ雑魚。ついに俺がバッターの時間が来た。サブロー、行くぜ。サブローの力見せてやるよ。お、相手向こう。いやー、これ待て。いや、ホームランじゃないか。いやー、場外ツーベースノーブランヒット来ました。 OK、 ツーベースヒット。お、俺だ。向こうめちゃくちゃ汗かいてるんだけど。そんなに俺らが怖いか。あ、やべ。マジかよ。いやー、マジ。あー、すいませんでした。本当に申し訳ございません。いやー、もう野球難しい。ねえ、もう、うざい、こいつの球。死ね！よっしゃ！あー！うざい、こいつの顔。ピエール、滝行くぞ！薬物ショット！いやーん。嘘ダメだな、ピエールも俺も使い物にならねえな。匠、お前に全てを託す！いや、これは行くんじゃないか。え、場外ツーベースヒット。行ってくれ、行ってくれ、行ってくれ、行ってくれ。おし。これ、とりあえず僕が、1点取れる。あ、スリーベースヒット。なんか、ツーベースとかスリーベースとかの基準がわからねえんだけど、なんなの？いや、左上にある、SBD って何？これ行くんじゃないか！よーし！ありがとう！名前知らないけど、ありがとう。最高だよ、お前は。これもホームラン行くんじゃないか。ありがとう。いやー、さすがうちの球団強いですね。僕が見込んだだけある。おい、どうだこの差、勝てるのか。もう33対3まで追い込んでやろうか。いやー、君はちょっと新庄監督からの、あー、これダメだな。ちょ、ビッグボスに指導受けてきな。こいつはダメだな。チェンジ。いや、だがお前は1点しか取れてないんだ、ジェシー。誰だお前。行くぜ。はっ、これ何キロ出るか。152キロ。
素晴らしい。おい、さっきの CPU 何キロ出したか知ってるか。100キロだ。どうだ、こっちはな、弾だって強いんだぜ。おい、打ってくれよ俺のボール、雑魚が。いや、うますぎる。いやー、しかしアウト。うちの球団は守備も強いんだぜ。まあ、このボールを打てたなら、まあ、イチローと呼んであげよう。君は UE スポーツ界のイチローだ。打ってくる。しかしファール。残念だったな女。すべてそうなるように計算して投げたのさ。よーし、うますぎる。俺ボール投げるのだけはうまいわ。コールドゲーム、ゲームセット。勝ちました。見ろこの圧倒的なさ、9対1、33対3に通ずるものに、いや、一気に109も上がった。まあいいや、一回終わろう。